県民の皆様、おはようございます。ゾンビランドサガにて源さくら役の本土楓です。本土純香役の川島希です。どうもお世話になっております。させていただいた直後でございますね。ホクホクですよ。すごかったです。皆様はお家からだったりとか見れたでしょうか、ね、ちょっと直前での告知という形になったんですけれども、私たちは、ね、ドキドキしながら船の上で待っていて、本当に素晴らしいものが見れて、2018年にね、一度2人で来て見ることができたんですけど、その時はね、皆様と一緒に会場で見れたんですけれども、今回はね、私たちだけではあったんですけれども、皆さんも見れていたらいいなと思いながら楽しませていただきました、これからもね、この花火が、今のお花火が続いていくといいなと、その時はまたね、来ることができたらいいなと思っております。どうですか？あ、いや、本当にそのね、2018年もう4年前かっていうところも、まあ、自分の中であっという間だったなっていう衝撃もあるんですけど、まあ、その時はその時で圧巻で、ね、ゾンビランドサガのいろんな楽曲、アダバナネクロマンシーとかにこう合わせて花火が繰り広げられて、すごくツーンって涙が泣いたね。そう、あったね。お互い多分泣いてたと思うんだけど、今回また船の上で見るものは全くまた違う魅力があって、こうやって毎年毎年ね、続けられているっていうのは、やっぱゾンビランドサガのことを大好きで応援してくださる皆さん、佐賀県民の皆さんがまずいらっしゃるからなんだなっていうのはずっとずっと思っています。最初の頃は佐賀県どこだどこだって九州のなんてなんて言ってたんですけど、そこから大好きな作品の聖地、そしてイベントとかいろんなコミュニケーションを取っていって、そこから大好きな佐賀県っていう、なんか大好きの度合いがどん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 みんな増してって、わあいいな、今度は私も佐賀県に行きたい、私も行きたいってこうフランシュシュのみんなが言っちゃうぐらいみんな大好きになっています。これからもね、作品ともども、一緒に頑張っていけたらいいなと思っておりますので、今後もぜひともよろしくお願いいたします。今度はね、フランシュシュみんなで来たいですね。みんなで来たい、待っててください。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございました。またね。またね。